ら怖いもんな。こんなに釣れんか、おい。フロベーでこんなに釣れんか、ヒブリド、おい。あ、餌ないわ。これ餌取るんで。餌だけ取るの、おいて、これ。はしいわ。下手なだけかよ、これ。こんなウレが一本な。このくらいのが。こりゃ仕掛け変えないかんぞ、お前。これは仕掛け変えなあかんわ。しくったわ、こら。ちょっと。かき氷ない？ないんですか？はあ、小暮くんをかわして釣るんがほんまだのに、小暮くんをかわしようもないや、おらんのに。ここで奇祭にヒット。お、首をかしげているが、果たしてこの魚は。え、ウレはないですよ。こいつがおるんじゃ、やっぱりどう思うよ、OK。ウツバじゃない、ウマヅラ。鍋の餌が今肝入っとうか。肝入っあるか。あ、ほな人頭生じゃくて生じゃくてない。ほら、2なんだ。味噌汁か。あいつがよう来るんじゃな。前もごっそらしゃーけん、もうあんまり大きい掘ってもあかんわな。あんだけ掘ったらあれが手前でちょっと浅に釣らんと深かったみんな取れるから。普通ヒブリのイメージっていうのはやっぱりこの中もううじゃうじゃおってやな、とにかく。でそいつをかわしてやなっていう世界だったんだけどな、本当は。まだちょっと早いんでしょ。でもうちょっと水温がやっぱり6とか7とかになった時の方がいいんかな、どっちかで言ったら。いっぺん、口太の場合はいっぺんこう決まるやろ、どこ餌まいてどこで止めてって。だから大体もうずっとパンパンパン続けんね、大体は。それがそうはいかんかったやろ。やっぱりちょっと遅れとんかもわからんな。まあ入ってないか、やっぱりこう、まあまあ珍しいというか。今はイメージ一番そうなんや、もともと。やっぱうじゃうじゃおってやな、とにかく。とにかくだけん水温が20度もあってやな、竿一本立って魚見えんかったら1個も、それがどうしてもわからんのやろな。まあその長いこと来てないけん、まあ、ようわからんのやけどかなと思った。だけど今までのイメージっていうのはそうなんや、大体。でどうしてもあかんかったら、このあの水道とかああいうところの真ん中にちょっと重ためめてバーンと釣ったら大体こんな、ね、でああいうとこ釣ったらみんな困ったらおかしくて、それが全然だったけど、まあ、まだ早いんは早いんかもわからん。午前10時30分、ここで西森がかけた。大きい。ケジはちょっと悔しそうな顔して50センチに迫る両型の口太をキャッチ。さらに北村にも。いやいや、全然西森さんのに比べたら小さいもん。すごい。おい、やりぽんなっとるじゃん。あ、一歩及ばんでしょうか、西森。急に地合いでしょうか。あれ、あいつの矢かけとるよ。あれ。何あれ、イサギ。やっぱりあれで餌取るか。ああ、気に入らんな。釣り竿先端のやや右側に変えている記載。ここでは画面右から左へと潮が流れている。おい、
ったあさりたつくんよ。でこのくらいあさりたつくんよ。でこのくらい深いにしたら取られるんよ。今がな、こんだけじゃけんよ。ちょうど一本や。ちょっと深いにしたら取るし、ちょっと浅いにしたら取られるのこれ。あかん。もう金針になってもた。ピカピカの。うまいこれお前。こんなにやだ取るか。しもうたけど、あれあかん、速度が遅すぎるわ。あかん、あんなんではあかんわ。あかんな、これほんまに。さっき僕ハマチ泳いでた。俺ハマチもこんが。エサ取られるだけじゃが、どこ掘ったって、こらえたって、こらえたって、朝にたっておい。沖にはウマヅラハギが溜まっている様子。そこで記載は磯際狙いにシフト。なんか5月ぐらいに釣りをしてるような感じがする。ババの巣になった。そしてここでもないわ。やっぱりないじゃないかよ。木彫りの黒目ってこんなに難しかったっけ。いや、ただ釣れよったで、昔は適当にやって。ちょっと深いにしたのかも、ほら頭にきてるね。どっちにしてたら取られるのに。あー、近くなった。こいつが起きとった。あー、今の綺麗な相手だぞ、スローモーションで。あー、いった。こいつ起きとったし、ベールが。魚で魚見えんといてなんちゃぼろないの。ああ全然が本流流したこれいかんわ。もう餌取りにやられてしまう。何お前今の。わお。ブダイ煮付けにしたら美味しい。わしは掘り込んだ餌ないし、あいつ餌ついとるち。右掘り左掘りどこ掘ってもあかんわ。生でもボイルでも何つけても取りよる。グレが全く反応しなくなったため、今度はアオリイカ狙い。針に引っかかったキビナゴをそのままセットし泳がせてみる。遊び心あふれる記載らしい一幕だ。何？餌つけても釣れんのよ。今あの泳がせやんのよ。泳がせよ。こういうとこだけど、キビナゴつけたらイカも、おい。イカもこん？なんかあるか冷たいもん。ないか、ヒューガー。ほうかい、腰痛らんけん飲むなって言うんかい。今の目つきがそうだったの。あの目つきは、今のはもうそういう目つきだった。わざとだあれな。絶対わざとだな、あれ。魚も釣らんのに休憩ですか。そうそうそう、目がそういう目しとるもん。時々休憩を入れながらも、午後はほとんどの時間竿を出し続けた記載。しかしどうしてもグレからの当たりが出ない。なんか触った。なんか触っただけじゃこれ。あっ、おー
終了時間直前に北村がヒット。これはもしかして、ババやないですか。あババじゃまた いいです。ババババやっぱおらけんよ、あの中にグレおらんよこんだけ綺麗に やってもあれだけ、はい、これやったんだろお前、はい、俺歩くからやったらあかんもん、グレおったらのにババじゃこれ。ああそうだろ、全部ババと思うもん。たまにあの白っぽく見えるあれはあのあれですかね、光でどうも。俺だってめっちゃ綺麗に持っていたってシュッといかなんだもんほんまぐらいやったらもっと行くなよ、シュンと。なんだ暑くなってきたし、ホテこれ以上脱いだら裸になるし、いいさ、明日があるさ